1>, 1日1回と1日2回の DPP4 阻害剤ではどちらが強い ?1 日1回朝内服する DPP4 阻害剤と1日2回朝夕内服する DPP4 阻害剤エクアやスイニートではどちらの効果が強いのでしょう 効果の強さは個々の患者の病態にもよるので簡単には言えませんが、スイニーの市販後調査の中間解析でも示唆されているように、1日2回、内服する DPP4 阻害剤の方が、より効果を発揮できるケースが多いように感じています。エクアでも似たような結果がいくつか発表されています。 これは前述したような日本人のライフスタイルの変化に合わせるためには、1日2回製剤の DPP4 阻害剤の方が適していることを意味しているのかもしれません。